国会も始まりましたので定例の水曜日の会見これからも始めたいと思いますよろしくお願いいたしますお集まりいただきましてありがとうございます、えー、特に私の方からはあないので皆さんの質問にお答えするとしたいと思いますはい共同通信の清水ですとまだ参院時代の参院会続いておりますけれども今日では予算委員会でですから、ね。ここまでの。 国会審議を振り返ってどうとかなさったとかっいう話。えっと国会の審議のついてのまあ感想と言いますか、その辺ですよね。ただ私どものあのー、議員の今日は参議院の質問がありますしね、まあハイライトがそこでありますから、それも見ていただいてと思いますけどね。 ただ、まああの感想的に言いますとやはりあ位置にあるんですけどね、一つはやはり政府の人の答弁との関係でですねイスラエルとガザのね紛争の問題について非常に特徴的ですよね、まあ外務大臣の何度にも当たる記者会見でもそうですけどもハマスの 行為について強く非難するということを何度も聞くんですけれども、イスラエルに対して一言も言わないというのが特徴ですよね、で今日、まあ、人道的休戦という問題をはじめとして、国連決議でやはり国際法、それから人道的にも違法であり、無法であると、これは両者に対して言っているわけでね、まあ、そういったのを極めて異常なあ発言であり、答弁であると。 といいううふうに思いますようやくうこの問題についても他党の方々も質問し始めたということにはなっているんですけどそういうもとでの特徴があるなと思いましたそれから2つ目の問題は、まあ、あのこの総理大臣はじめとした答弁手法というのは一貫しているというふうに思いますね、まあ、特にあの総理大臣は、まあ、新しい資本主義をはじめとしていろいろ 新しい言葉は使いましたけど、それについて問われていくと、まあ、中身がないというのが出てくるわけですけども、今度の場合でも私はそういうことになっているんじゃないかと思うんですね。新しい経済対策ということについて問われても方向性すら示さないというのが、明日出すんでしょうけども、そういうことが一言も方向性すら言わないと。ししかし今度のの問題の 経済対策の根本問題は所信表明演説で明らかにされたように30年来のコストカットの経済対策を歴史的に転換するとこうおっしゃったわけですよね、そうするとこのコストカットにやはり当然日本共産党も含めて何が問題だったのかということについて質問しましたよね、しかしこのコストカット経済がなぜ起きたのか。 誰がやってきた何か,か自然現象みたいな話をして平気でいると、まあ、この答弁手法っていうのは今先ほど述べましたように新しい資本主義とかいろんな言葉はあるんだが、まあ、中身がないというところに大きな特徴があると思いますねでしたがってそういうのをこう考えてみますとやはりこの政権の行き詰まりというのが明白だと思うんですね。 今述べたまあ30年代のコストカットという問題でもそうですしそれからまあ増税眼鏡といろいろな話をされて所得税減税を言うとしかしその問題についてもまあメディアでも言っているように65%の方々が期待しないと言われているようにまあほころびが目立つとまあその上に例の副大臣の問題も出てきますからまさに政権の行き詰まりと。 いうことが見えるっていうのが特徴じゃないでしょうか。はい。N.H.K. の森田です。あの今のご発言も踏まえてですね。まあ昨日もあの副大臣の辞任もあって、あの予算委員会集中審議とも検討されてますけれども、この後のおまあ委員会審議国会では今の政権運営姿勢をこのように追求していかれるお考えでしょうか。まずね、今後あ,あの副大臣の 問題といいうううのはね、そう簡単じゃないと思うんですよ。私はあの、まあ、一つはね、自民党は全然これ沈黙してるわけですよね、で、これ自民党がこの一連の問題について知らなかったのかと、これ特捜部が動いてるわけですから単に構成法というだけじゃなくてもちろんそれはあの我々の想像の域出ませんけどもそういういわば大きな問題として 自民党が責任がないのかという問題について一問われると、それから2つ目に、ですね昨日一連のことについて朝から辞意表明だ、なんだってありますよね、問題は、昨日の総理大臣の答弁や見ていてもね、このことの、まあ、公選法違反と言いますか、そういうもの平気で法を踏みにじっているということについてですね、 その重大性の認識は人欠けもないと、だから、その辞表を受理するとかしないとかじゃなくて、否認すべき話なんですよ、ね、その重大性から鑑みて、で私はだから昨日、わざわざ皆さんからお出ましいただいて言ったように、議員としてはあるまじき行為であって、議員も辞任すべきだと、辞めるべきだと言ったわけですよね。ですから 政権として、政府としてですね、まあ、さっき言った自民党の話と同時に政府がもともと受理するとかしないとかじゃなくて、当たわずと、そのいわばあ法違反をね平気でやっているということについて言えばで、しかも今日のメディアにもありますように事細かにこういった問題について指導していて、一体となってあの選挙やっているわけですよね、そういう中での違法行為なわけですから。 それはー、受理どころじゃないとあなたは罷免だという話なんですよ、それと従ってそういうことで言えばあー議員として資格がないというところが一つの大きな問題だと思うんだですから集中審議という点で言いますと、ね、政治姿勢という問題に関わるわけですけどそういう問題が一つあると、まあ、同時にあの私たちは多面的にです、ね、今後とも追及していく必要があるだろうと。 いよ,いよ、まあ、その意味で言いますと、き今日はそれぞれ各委員会において、えー、大臣所信の聴取が行われたわけですから、各委員会における、えー、所信に対する質疑が行われると、同時に、えー、補正予算の問題もあるでしょうし、集中審議の問題もあると、まあ、こういう点で言いますと、沖縄における辺野古の基地の、まあ、建設に関わる問題や、 万博の問題、まあ、これらもまだ残っておりますし、統一協会の問題もあります。あ、多面的にこういった問題について。割り当ての時間は少ないですけども、様々な多くの方々の声をお聞きして追及していきたいという風うに考えています。 のですあの話からでするライドシェアの関係で、えーまあ、あの政府が推進しようとしている一方で野党はその政策議連を開いて反対の声も根強い、えー、共産党さんとしてどういう今お立場の考え方で,あでか、はい、ライドシェアは私たちとしては反対ですまずねこの,この事態を作っている状況,状況を作っているね 根本的な問題はどこにあるのかということをねこうはっきりしなあかんと地方における共公共交通を切り捨ててきたのは一体誰なんやとコストカットもそうやけどねいつもそういう話がないわけですよね、それでやはりそういう意味で言いますと全国的にいろんなそれは事態があるでしょう、だけど多くの地方自治体やところが努力しているのはまた困っているのは 地方における公共交通がこう全体性維持できないという問題ですよね、ですからそれを国としてですねどのようにこうやっていくのかということの責任、つまり憲法に保障されている移動の権限というものをどう保障していくのかということがねまず問われるわけですやんか、それはや、ね、んかとにかく一緒に乗っければいいわなんて安全もない何もないし。 それから働いている方々の声を聞くでもなし、ね、そういう規制緩和だという方向性に行くのが間違ってますわなと私は思いますよ、ですから今、大切なのはこの一番、労働者の働き方を保障し安全を保障し、なおかつ地方公共交通をもういっぺん再構築していくという大きな方針が今、必要ですよね。 そのこと抜きにですねなんかこの規制緩和すりゃいいわなんてゅう話じゃないと誰が考えたかってそうですやんか中国行ったよ分かりますまあ旗振ってる人は旗振ってる人かもしれんけどね旗旗と旗やったっけかまあまあ と言えなかったな点々もいるかなほなしいすかほなおおきに。